ガムは最後飲む。サンドの飯より変わってる。飯が好き。マキシマムザホルモンです。置いてかれた。イエイイエイ。完全に置いてかれたね。びっくりしたよ。はい、すみません。飲んじゃダメだよ。どういったことで今日は、はい、あのゲーム、はい、そうホルモンがさ、なったじゃない。なったよ、音ゲーの、はい、やってますな、3曲。もう上ちゃんだって、あのホルモンの SNS でもなんかツイートしてくれてたもんね。むずすぎ、ホルトン。ホルトン激ムズ。他のと比べてもホルトンムズめ。ムズけど一応全部クリアはしました。全クリした。難しいって言った後にこのクリアしましたって、なんか一回下げといて、なんか自分をアピールするのやめてもらって。いやマジで面白いし、うん、気持ちいい。面白いし気持ちいい。うちの家族もさ、うん、子供らはさ、うん、あの iPad で、うん、やってんの、障害をやってくれてんだ。選べるやつが、うん、なんかホルモンの曲ばかりやってて、うん、他の曲ないのだって、うん、あ、なんかもっと激しいのが欲しいって言ったから、うん、まあ、C って言えばバンドって形ってことで、うんうんうん、うちらの前に既に言ってた、はいはいはい、あのヤバティ、ヤバティね、うん、ヤバティ一応まあロック系だから、うん、こ, 一応こんなんあるよって、はいはいはい、ヤバティ行くから、うん、あ、これめっちゃいいって言ったの、うん、俺がめっちゃよくもねえわ親父のホルトンの方が好きって言ってほしいみたいな気持ちもそんなホルトン、ホルトン、ほら、あ、来た来た来た、ほら、ね、はい、かわいいでしょ、かわいいでしょ、ホルトン、うん、いいでしょ、なんと、なんと追加曲が決まりました。イエーイ、ありがとうございます。やったぜベイビー、やったぜベイビー、やったぜベイビー、なんと、なんと、はい、この曲が決まりました。はい、はい、見てください、あれあれ、リクセント正式表記とちょっと変わりましたよ。リクセント、マジじゃん、これだってさ、まさしくやん、そうなの、あつられたようじゃん、何やだ、え、このためにあったみたいな、このために、ちょっとこの曲出したのがもう2004年とかでしょ、こっちじゃない、そんな前か、こういう曲ってやるときって、はいはい、レコーディングデータとか用意するんだけど、うん、当時、うん、ライブハウスでレコーディングしたあのパンチで撮ったから、あの新宿足部で撮りましたね、はい、夜通しパンチで撮ったから、うんうん、その音源のデータとかないから、ないの、なかなか、確かに元データのマックがボンってなってなかった、しかもマックがボンってなったから、でもなんかやっぱパワーアップしないと嫌だし、でもそうだね、うちらせっかくやるなら、ね、自分の新曲も出してないのに過去のやつもまた昔のやつなんかやったって、うん、あれだから、うんうん、やっぱここはちょっと助太刀でパワーアップさせたいなと思って、はい、この方にリミックスをお願いします。リミックスだった。ドドン。イエーイ。ケイスケリミックス。ボイボイボイ。今日ね実は来てくれてますよ。イエーイ。それではお邪魔していきましょう。ケイスケボイボイボイ。ボイボイ。ボイやだ、イケてるわ、だいぶイケてる、キラキラしてるわ、DJ ケイスケくん、 DJ ケイスケくん、我々からご紹介するのはおこがましいぐらいの世界的なもう DJ でございますからね。かつ実はマキシマムザホルモン、2号店ことコロナナモレモモのメンバーでございます、ね、はい、その時はデンジャーディアというキャラなんですね。隠しちゃってる、これもったいない。今日はもう今日は本業のケイスケとして、はい、そうですよ、はい、そうそう、一緒に仕事をしたいななんてことがあって、本当の被り物で今日来てくれましたから、ね、こっちが本体、はい、ありがとうね。最近ケイス君がリミックスしてくれて、はい、この曲ちなみにケイス君もね、思い入れというか、はい、僕があのマキシマムザホルモンので初めて知った曲なんです。おお、そうだ、ここから言ってたよね。そうだ、これはもう手を抜けないなって感じで、ありがてえ話だよ、ありがとうございます、ありがてえ話だ。歌もうちらちょろっと、そうなの、今回配信するにあたって、うん、歌取り直しました。ちょっと軽く量も歌い直して、俺も歌い直して、うん、上ちゃんはベースも家で弾きました。家で弾き直しました。すごい時代だね。俺たち取り直した、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 寝てた、ね、その間ちょっとなお寝てました、うん、ちょっとね。せっかくこの新しく生まれ変わったロリクセントン、うん、トン、うん、何よ、ナオさんのパートもあるじゃない、うん、本当ドラムは一応あんのか入ってたりするけど、うん、ドラムも結構打ち込みの部分で入ってたりするし、う、ね、はい、もうオバハンいらなくねえか、ブイブイブイってことで、はい、この人に歌ってほしいなと思って、特別にフューチャリング、グー誰やドーン、あれ、またケイスケ君今日来てくれた、
呼んでるか、いやないでしょ、ないでしょ、ビッシュよ、今忙しいよ、忙しいよ、呼んでみようかな、せーの、アイナジエンド来てる、来てる、ブイ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 、改めてご紹介いたしましょう、ビッシュよりアイナジエンドでございます、ありがとうございます、すごいでしょ。ありがとうございます。ありがたい。アイナも来てくれた。ね、歌ってくれたんです、アイナ。めちゃめちゃ嬉しかったです。なんか本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらこそ。どうだった、実際にその入れて歌入れてみて。こんなに練習したの初めて。おえ、ビッシュの曲よりももしかして。もう比べ物にならないくらい。実はその奈央ちゃんのパートのメロディーパート、うん、スキッポヒャッポって、うん、すごいいい声で歌ってたのよ。うん、で、俺パッて、うん、うわ、これ大ちゃんのラップのとこも、うん、アイナ歌ったら合うかもって急遽覚えてもらって早口で、フローもアイナっぽくなんかちょっと違うフローにしてもらって、ボタン場で、急にそっちで、これぜひ弾いてほしいですよ。絶対弾いてほしい。まあ、その実際にゲームとしても楽しんでもらいたいし、楽曲としてもしっかり聴いてほしい、本当に。一応ですね、あのね、このこれが、はい、このメンバーでホルモンは、そう、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ、大好きと、ナオと、マキシマ両方と、え、めっちゃかわいい。今回特別にやっぱ、はい、歌ってくれる、あら、あら、この方も、え、え、嘘、ドーン、うわー、アイナジエントンじゃん、かわいい、フューチャリングでこうなって感じで、あ、かわいい、うん、いいじゃん、アイナジエントによるローリングセントン、すごい、すごい、ケイトンは、ケイトンいない、ケイトンなんかあんのだけど、うん、サンリオさん、ケイトン、ぜひぜひなんとか、サンリオさん DJ でケイトンを作ってほしかったもんね、ケイトン作ってほしいよ、思ったけど、ほら、ケイトンお待ちしております、デンジャーディアって鹿だから2号店の方で、鹿だか豚だかもう分かんなくなってきてもうすぐ動物にさせられるっつって、うん、させられがちさせられがちさせられがち、ケイトンちょっとなんとかね、ぜひちょっと前向きな検討お願いします、うん、検討を、ね、ゲームに実装はいつですか、10月の中旬を予定してございます、はい、はい、これは楽しみ、ちょっと豪華じゃない、ちょっと豪華すぎじゃない、早くやりたい、追加ベッドじゃないこれよかった、こんなの楽しみ、終わりですバイ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  VTR G エンド、そんな急に終わる急に終わった